今日は大塚明さんのメリーランド州のゲテスバーグのお宅にお邪魔しておりますけれども、大塚明さんは日本人初めてのブルーグラスバンドとしてアメリカに渡られまして、現在も活躍されておりますけれども、どういったいきさつでブルーグラスを始められたのか、現在どうされているのかということをちょっとお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。こちらこそよろしく。そしたらどういったいきさつでブルーグラスを始められたかということをちょっと。僕の兄がね、桃山学院大学入ってカントリーのバンド入ったんですよね、基本学部の。で1年ほどカントリーやってたんですけども、1年生の時はそのアンプとかね、ドラムを運ばさせられて、歌を歌うところまで行かないんですよね。で2年目になった頃に、2回生になった頃にバンド解散してしまって、その頃になったそのブルーガスという音楽を聴いてて、これはいいと、この音楽は楽器一つ持っていけばいいんだと。なるほど、はい、でブルーガス始めて、で僕もマンドリン買ってもらって、マンドリン引き出して、もみ山行ってたのは大塚豊、はい、でその次の兄が豊さんが一番上の、いえ僕5人兄弟で、はい、姉が一番上いて、広志兄貴は江南大学行ってたんですけども、はい、本気全然しなくて、で豊兄貴がもみ山学院大学、はい、で剛ジョッシュが神戸大学、はい、後になって入ったんですけども、で僕が一番下なんです。で桃山でそのブルーグラスランブラスというバンドを始めて、豊兄貴が、で剛兄貴もたまにはバンジョーで入ってたんですけども、その頃僕にマンドリンを渡して、豊兄貴が歌い弾いて、剛がバンジョーを弾いて、僕がマンドリン弾いて、3人でねちょこっとだけは演奏したことあるんですよね。でなんかライブかなんかで、ほんのちょこっとだけですけどね、親父のね同窓会なんか行ったりしてね。神戸 のアメリカ民謡同好会で、王子動物園の中なんかでも演奏したことありますけど、ね、そうですか、昔の話です。で、ローストシティ、神戸のローストシティなんかで演奏しだして、野崎さんとか田淵さんとか可愛がってもらって、野崎さんと田淵さんがアメリカに行くことになって、なら残った連中、若い連中、渡辺兄弟とか、山口聡とか、亮さん、リーさんで、大体ブルーガス40の始まりなんですね。で、69年に LP 録音して、70年に発売されて、それは日本で日本での録音なんですか。で70年に万博の時に、レベル会社の社長さんだったディック・フリーランドさんが家族連れて万博を見に来られたんですね、はい、で僕らローストシティに万博の後、はい、ローストシティまで遊びに来られて、僕ら演奏してたら、してるのを聞いてもらったら、君はアメリカ来ないかいことになって、ああもちろん行きます。で71年の春6月に、5人になったんです。リーさんイエスだったんですけども、リーさんその時この時リーさん台湾で勉強されてて、行かれてて、5人で渡辺兄弟、俊夫さんと三郎さん、ジョシと僕と、それから亮さんがフィドロで、71年6月から9月までアメリカ修行に来てたんです。それはフェスティバルにずっと待ってたんですね。フェスティバル、はい、最初のフェスティバルビンブロッサム行って、はい、楽しかったですよ、それは。例えばレッサーフラットとビル・モンローが一緒に歌うのはあれ何十年ぶりかに歌って、あの時ですか、うん、からブルーグラス・アライアンス、サンブシとトーニー・レースが一緒にやってみたり、もちろんカンディ・ジェントミン、ジミー・ペトロとビル・エマソン演奏してたり、もうジミー・マーチもいたし、
ね、自慢じゃし言われたし、もう気が狂いそう。んで、ビンブロッサムの次は、あとはあのグレーハンドで DC まで来て、フリーランスのうち泊まって、からあくる日ね、あのフリーランスさんが、今日はね、ジョンとナンシー、ダフィーさんが晩飯食いに来ました。言ってまた冗談で担ごうと思ってるなと本当に現れてきてしまって、でジャムしてね結構楽しんで、そのフリーランドさんはその前の年に僕らを見てるからどんなことができる、僕らがどんなことができるか今分かってたんですけど、ダフィーさんにその場見せね演奏してるの、僕らカントリージェントマンの曲全部してたじゃないですか。なんでどの曲やっても僕らちゃんと知ってるからね。多分ね。その時はジョン・ダッフィーさんはカントリー・ジェントルマン。いや、あの演奏してなかったんです。カントリー・ジェントルマンを69年の春に辞めてしまって、で演奏してなかったんですよ。楽器の修理屋さんしたやつ。で、あのアーリントンのリーハイウェイのところにあった楽器屋さんで働いてはって修理してはったんですけども、で、45の演奏を聴いて結構気に入っていただいてもらって、うん、だからフリーランドさんがダフィーさんに、2枚目の僕らの2枚目の録音をプロデュースせえへんかいことになって、うんうん、でダフィーさんがならこの曲練習したらどうだっつってね、モンキーズの曲で What Am I Doing やったりからダフィーさんが書いてくれた曲で Last Call to Glory っていう曲ですけども、これをお前でやってみたらどうだっつって、この曲がどうだっつって、でスタジオでもね、自分でシンバルをねこうやって叩いてくれたりね、楽しかったですよ。まあ楽しかったけど怖かった。うん、でしょうね。あのスタジオで僕ら録音一曲録音して、ああ俺バンドリーの感想を通した、リョウさんはピトロがちょっとまずかったな、歌がちょっとやばかったな、ところがあの中で聞いてるんですよ、録音技師だったロイ・ホーマーさん、はい、からフリーランドさん、ダフィーさん、うん、3人で中で聞いてるんですよね、僕らにかけてくれないんですよ、うん、中でジューって聞いてね、こうやってこっちは何を言われんねやろうなぁ思って、もう心配してる。ダフィーさん出てきてね、あの女子のとこ来て Wary って、Wary って言ってごらんって Say Wary、 女子が Wary、 よし、もう一遍の声しよう。言葉が一つだけ発音悪かったです。楽器のことなんか一言も言わない、発音だけ、ダフィーさんその発音うるさかったから。あで71年、まあ面白いのはそのダフィーさんが僕らのプロデュースしてくれたのが71年の9月で、その2ヶ月後になってジョン・ダフィーさん、ね、マイク・オールリッチ、ベン・ネオルシュ、ジョン・スターリン、トム・グレート、それを見過ぎ始めたから、ひょっとして僕らのね、どう言ったらいいのかな、ちょっと影響があったりしたらオーケストラすぎるけどもね、ちょっとこう、ああこんな日本から来た連中でさえこんなにブルーガスできるの、これ楽しいな、俺もやりたいなって気になってたんじゃないかなって気はするんですけどね。なるほどね、かもわかりませんね。でそれが71年で9月までいて、72年大学を卒業した後またもう一遍来て、その時はあの小葉さんがベースで、東京の黒川春夫君がバンジョーで、管楽の後輩の高田浩志君がフィドル弾いてくれて、その時はかなりね、ジョージア州からマサチューセッツ州までね、かなりツアーしました。それは何ヶ月ぐらい？これは4ヶ月しました。そうすか。6月から9月、7、8、9月、
3ヶ月半とか